TTV をご覧の皆さん、こんにちは。レーシングドライバーの井口拓人です。まずは言わなきゃいけないことがあります。スーパー GT 第7戦オートポリス大会、スバル応援席、そして井口拓人応援席、たくさんのファンの方の前で2位表彰台に立つことができました。本当に応援ありがとうございました。そして、オートポリスレース後ですね、実家に帰ってきまして、帰ってきたらですね、なんとめちゃくちゃかっこいい車が止まってました。これがですね、ちょっと前に、父親からですね、この車親友からちょっと譲り受けたよっていう話を聞いてたんですが、なんと動くようになったそうなんですよ。もうそれが嬉しくて、ちょっと車紹介してもらいたいなと思いますんで、このオーナーの父親を呼びたいと思います。どうぞお願いします。井口博士、60何歳だっけ。64歳です。こんな64歳になってこんな激しい車に乗っております。お願いします。昔何歳だろうな、こうシュボレーのあの大きいさ、あれ乗ってたよね。カートやってるぐらいの時いいよ、でも十何歳ぐらいの時。十何歳ぐらいでね、96年式ぐらいのシボレーのサバーバンっていうやつ。サバーバン、こういう車高低い感じじゃなくてリフトアップしてね。そうね、 K1500 っていうやつ あのサバーバンで、はい、リフトアップしてプロコンプの足回り入れてリフトアップしたりとかして、まあ、10インチぐらい車高を上げて乗ってました、うん、昔ね、そういうのに乗ってて、写真があればあの出します、あのここに出します。あるかな、わかんないけど、はい、でそういうの乗ってたんですが、昔から結構あのアメ車とかね、そうね、ダッジバンだったりとか、あとワーゲンのタイプ2とかさ、ワーゲンのタイプ2、そうですね、ああいう懐かしいですね、古い車に乗ってて、はい、僕がカート始めてですね、もうもっぱらハイエースになっちゃったんですよ。こういうハイエースになって、あんまりこう父親の趣味の車っていうのを乗れない状況になってしまう、僕のカートのせいでね。でも僕がステップアップしてですね、かなり好き放題今自由です。自由にやるようになってですね、ローバーミニ、古いミニを乗ってたりとかですね、もうめちゃくちゃやり始めたんですよ。で、僕も大好きで、こういう車が、はい、もうシボレーの C10 っていう車っていうのは知ってるんですが、もうそれ以外は何も知らないんですよね。かっこいいっていうことだけしか知らなくて、で、こうもらってきた時はもう全然動かない状態だったんでしょ。エンジンはかかるけど、もうエンジンの異音がして、まあ、走れない状態だったらしいんですけど、まあ、父親が直したわけではないですが、地元にね、このアメ車を扱う、なんていうお店だっけ、G クエストっていうお店で、若い社長がやってるんですけど、とにかく自分がアメ車好きで、まあ、自分もインパラっていうやつに乗ってて、インパラね、聞いたことあるわ、60年のインパラに乗ってて、まあ、そこのお客さんはもっぱらそのハイドロ組んだ、俗に言うこうあのトッピングしたりとかするようなやつのお店なんですけど、本当にアメ車が好きで、やりましょうよって言ってくれてやり始めたんですね。で、もう、まあ、見た目はまだね、なんかこうさ、こうボロボロしてるような感じだけど、まあ、とにかく車は動かないとダメだっていうことで、足回りとブレーキとエンジンをやってもらって、まあ、外装と内装はもう全然まだやってません。なるほど。で、まあ、基本的にこれは86年の、シボレー C10 というやつで、86年、俺が生まれる前だな。そうなんです、ね、そんな古いんだね。で、まあ、86年って言ったらシボレーのこの C10 では最後らへんの車なんですけど、僕たちの年代の方はご存知かもわからないんですけど、所ジョージさんが、はいはい、ちょうどこれと同じやつに乗ってて、黄色いやつじゃない、黒い、同じ黒で、後ろナローデフ入れて、もうドラッグみたいなタイヤ入れて、でっかいの、入れて、スーパーチャージャー乗せて
ドラッグっていうその名前でね、あのテレビに出したりとかして、まあ、たけしがそれ横に乗ったりして、やってた車と一緒です。年式も一緒です。喋るね、やっぱ好きな車のことだったら喋るね。まあそういう車で、まあ動かなくなって、うん、そのままだったらもう本当にこれ土に変えるよっていうようなことで、まあ、かわいそうになってやっぱ仕上げ始めたんですけど。なるほどね。まあ、とにかく乗れるようになったと。うん、何こだわりの何エンジン？エンジン、まあ、エンジン見ていきましょうか。はい、あ、すぐ分かるわ。エンジンが変わってます。この86年の車にしてはエンジンが綺麗綺麗。そうそう。これ、元のエンジン乗ってた壊れてたやつはオーバーフルして使おうかっていうことだったんですけど、もうとにかくそれもう使えない状態、だったんで、エンジン見つけていただきました。あ、もうエンジン自体も変えたってこと？はい。あ、それは大変だね。これ、ベースのエンジンは、68年の、シボレーの、350のショ、スモールブロックのサイドボルトっていうエンジン。でもう横文字が多すぎて分からない。でまあ、それをまあ、下ろした状態でオーバーホールして、まあ、いろいろなパーツとにかく外して、悪いところの部品はとにかく新品をつけようということで、まあ、オルタネーターとか もうせっかくだったら買えるんだったらアルミのビレットタイプにやろうとかね。まあ、ここら辺のこうピアースボトルなんかも全部もうミッキーのやつにやってもらって、こういうとこもそうなんですけど、バラしてる時じゃないとできないやつはとにかく変えるとやってしまいました。ということでこの車が復活動くようになったとして、まあ、もちろん、車検も今度入れましたし完璧に乗れます。でエンジンとエンジンと足回りで、まあ、ブレーキ系ってことね。と燃料系、タンクもとにかく燃料を外して、3度かけてもらって、やりました。その辺のやってる写真もあるんで、はい、この後流れます、ということで、ちょっとかけてみますか、エンジン。そうね、聞きたいね、このアメリカンサウンドを聞きたいね。エンジンかけたいで、自慢したいだけなんです、これ。絶対、自慢したいだけ。アメリカンでしょ、もはや。あんな60何歳になってこんな後ろ結んでる人いないですよ。いや、はい。床屋に行くのが嫌いなだけです。いいね。これも自分で貼ったらしいですよ、これ。なんて書いてあるの？これ、C 店のシルバーラードっていうやつで。モデル名。サンダーとデラックスとかだったら、そういうのね。そんな風な感じ。ちょっと斜めになってるのがご愛嬌ですが、いいね。まあそういう、まあエンブレムもまあアメリカンで大雑把に、そうね。ちゃんとパクティーマークも貼ってあります。ここに。そうです。これ今実際販売してるんですよね。はい、パクティーマークも販売しております。そして
こちらの T シャツ宣伝になりますが、チャンピオン T シャツを作りまして、オートポリスの GT の大会から販売開始しました。で、オートポリス来てない方もオンラインショップでこの後どんどん販売を開始してきますので、ぜひご購入くださいということで、はい、乗れる状態になったという、あの、はい、実はあのこれもらってきたって写真もらった時から、うん、乗りたかった、とにかく乗りたくて仕方なかったのね。そのために今日帰ってきた。そう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 。もうこれに乗りたくて仕方なかったんで、これからちょっとあの試乗して、まあインプレッションというかあの感想をね伝えたいと思いますんで、この後乗っていきたいと思います。はい、説明ありがとうございました。はい、どうもです。